私の名前はカモミールミカ。53歳。かれこれ20年以上パチンコ屋で働いている。実際に打つこともたまにはするが、これは趣味程度だ。私の働いているホールは北海道の人口2万人の町の設置台数300台ほどで、従業員は12人。平均金属年数10年以上ですっかりファミリーだ。女性従業員は3人。なんと、私は最年少。年配のお客様に、おい、姉ちゃん、と呼ばれる怪奇現象を踏まえても、 の雰囲気は分かってもらえるだろう。これは私が2000年から現在までの問。田舎の小さなパチンコ屋での出来事だ。 皆さんが通っているホールの従業員はインカムを装着しているだろうか。今はパチンコ屋店員の必須アイテムになりつつあるインカムだが、私がパチンコ屋に勤める前には、一体何を話しているのか、興味津々だった。従業員が私の後ろでインカムで話しているのを見ると、自分の悪口を言われていると勝手に負の妄想をしていたのだ。しかし、いざパチンコ屋の従業員になって、インカムを装着してみると、そんなに大したことは話してはいなかった。 相手はすみません両替駅のお金が詰まりました了解いやカモミール休憩しておいではーい俺の分の大福残しといてねそれは無理でーすなど連絡事項が大半を占めるドキドキは今正面玄関から入店した3人組のお客さん怪しい本当だ今年かも今年だ監視だよーし監視で退散作戦だといかにも地方から来たであろう怪しいお客さんが来ると言葉 のため全員で監視体制に入るちなみに、こととは、パチンコやパチスローを不正な方法で最小資金しか使わずに、出玉を大量獲得する方法で、ホール側も色々な防犯対策をしているのだが、後から後から色々な手法で戦いを挑んでくる。そして巧みな技や道具でごとを仕掛ける人たちをごとしと呼ぶ。実際に全く気がつかずに、閉店後に被害に気がつくという敗北な時もあれば、私たちはあなたに気がついて いますよというサインであからさまに監視をして退散させ、他店が被害に遭遇する中、我がホールは勝利する場合もあった。だがそれも随分と前に起きた事件で、今では常連のお客さんと和気あいあいしている平和なホールだ。今年と従業員の戦国時代のことは、またいつかお話しすることにしましょう。話を戻して、私の職場は狭いホールなので、インカムの必要性がなく、休養の業務連絡などは、<laughs> 業務連絡を申し上げます。店長、店長、至急、事務所にお戻りください。<laughs> などと、デパートの迷子のお知らせのようなマイク放送でことが足りていた。しかし、以前にも話したが、設定公開イベントのピンポンデーというピンポンと音が出ると、本日の高設定や甘くぎを公開するというイベントを始めてしまったので、不用意にマイク放送の を使ってしまい、お客さんが混乱する現象が起きてしまうという事件が起きて、直ちにマイク放送は封印された。それを機に都会の真似をしてインカムというシステムを導入したのだが、使ってみるとこれが結構便利だったのだ。店長への電話や来客があっても、走って店長を使いえることなく、インカムで呼ぶと飛んでくるし、あからさまに怪しいお客さんが来ても、インカムで全員に勧告ができる。こんな便利なものをなぜもっと早く導入しなかったのだろう。と 街でも田舎でも文明の利器には抗えないのだインカムと同様にパチンコ屋の必須アイテムに防犯カメラがある店のカメラは四方八方に設置していてホール全体を色々な角度から見ることができるので簡単に悪いことはできないしかしこれもまた就職前は出ている私をカメラで見て悪口を言っているのだろうと負の妄想をしていたのだが実際には常時見てはいない確かに他のお客さんのカードや財布コインなどを盗む からを探すためにに使ってははいいるが悪党はそんなな毎日いしないだが、私のホールは、従業員だけではなく、お客さんの平均年齢もとっても高いので、とにかく置き忘れが多い。次々と何台も大移動する落ち着きのないおじいちゃんやおばあちゃんに限って、財布がない。手袋がない。車の鍵がない。カバンがない。などなど、毎日のように誰かが何かをなくす。その度に店長がカメラの映像を巻き戻し、 し再生をををててお客さんの姿を追って失くすす瞬間を見つけ出す今流行りの警視庁サイバー対策班のようだ。しかしそんなことをしなくても、お年寄りの場合、大抵はポケットやカバンに入っている。北海道の冬は寒いので、ズボンを2枚履いてきて、1枚目のズボンのポケットに入っていた、なんてことは頻繁にある。一生懸命防犯カメラを見ている最中に、ありましたとインカムで報告が入り、サイバー店長は不完全燃焼 で仕事を終える忘れ物といえば、現金サンドの残高カードや、両替駅生産機の現金も頻繁に忘れられている。財布や携帯などの落とし物の問い合わせの電話は来るが、なぜか現金の問い合わせは来ないので、サイバー店長が忘れたお客さんをカメラで特定して、来店した時にいい人オーラを全開に放ってお返しする。カメラは店内と交換所の入り口にしかなかったのだが、駐車場でのいたずらやゴミ捨てが多発したので、カメラを 設置することになった負けた払いせに従業員の車に傷つけることや数年に一度捨て場に困ったのかタイヤや布団などが捨てられるということは昔からあったのだが最近ではゴミの分別が厳しくなり私の地元ではゴミ袋を買わなくてはならなくなったちなみに10枚で1350円高いゴミの分別が面倒くさいのかゴミ袋を節約しているのか一人暮らしであろう家庭ゴミを頻繁に捨てていく時々住所と名前 など個人情報が書いてある郵便物を包み隠さず他のゴミと一緒に捨ててカラスに襲撃され袋の中身をばらまかれ地元がばれて店長に叱られるという詰めが甘いお客さんもいるそういうお客さんに限ってどうし俺を責めるのか証拠はあるのかと刑事ドラマのような言い逃れをし店長が渾身のドヤ顔で郵便物とサイバー店長が発見したゴミを捨てている瞬間の動画を差し出して一見落着となる カメラを設置して本当によかった。そんな平和な職場に先日大事件が起きた。駐車場に捨てるものランキングで上位に君臨するのがアダルトの雑誌や漫画、DVD なのだ。今はネット時代で画像や動画が溢れているからわざわざ買わないだろうと思われがちだが相変わらず古き良き時代の愛用者が捨て場に困り果てて駐車場に置いていく永久保存しておけばいいのに。 のつよしが丁寧に縛って放置してあるアダルト雑誌を発見すぐさまカメラで捨てた人と車を特定する推定年齢58歳わかりやすくアダルトさんと命名する次の日の夕方またもつよしが今度は丁寧に梱包され放置されたアダルト DVD を発見まさかと思いながらもカメラを確認するとなんとアダルトさんではないか逃走心に火がついたつよしは次の日に休みなのにわざわざ出勤し駐車場でアダルトさんが来るのを張り さすがに3日も連続で捨てないだろうと忠告したのだが戦闘モードのつよしをもう誰も止められないところがつよしの願いが通じたようでお昼頃アダルトさん登場つよしはガッツポーズで車から降りて現行犯で注意するべく隠れてアダルトさんに近寄り待機するするとアダルトさんは車から丁寧に縛られたアダルト雑誌を3束と段ボールに梱包したアダルトグッズを捨てるおいお、はいどんだけ持ってるんだいすごさまつよしがき寄り すみません。駐車場にゴミを捨てるのはやめていただきたい。この3日間捨てているものも全部カメラで撮影しています。と、穏やかに注意すると、突然現れて注意されたので大混乱したアダルトさんは、ん何を言っている俺じゃないこれは車を止めようと思ったら置いてあった邪魔だから移動しようと思っただけだと思いっきり苦しい言い訳をしてきた。いやいやいや、私はあなたが来る前から駐車場で待っていて全部見ていたんですよ。と、逃れようのない事実を突きつけ 事情を聞いて店長も駐車場に現れるとさらにパニックになったアダルトさんはこれじゃないバカ野郎と小学生のような捨て台詞を言い車に乗って去ろうとするのをアドレナリン全開のつよしが止めようと近づき偶然上着の裾が車のドアに挟まってしまった慌てたつよしがドアを叩いてアダルトさんに知らせようとしたのだがパニックなアダルトさんはそのことに気がつかず急発進させてなんとつよしが引きずられてしまったこれには駆けつけた店長もたまたま 駐車場にいたお客さんも大変驚き勇者のお客さんが体を張って車を止めようとしてくれたのだが全てのものが敵に見えるのか必死に逃げることだけを追考しているアダルトさんは全然減速をする気配がない幸い強氏の上着の裾は引きずられることに慣れていないようでボロボロに破けてくれて強氏は助かった季節は冬だったので引きずられても雪の上を滑ってくれたのだが大きな雪の塊に頭を胸を出しあまりの痛さにしばらく動けないでいる強氏 を見た店長は意識を失っていると勘違いをしてこれは大変と救急車を呼びつよしの家族に報告し体を張った勇者のお客さんがこれは引き逃げだと警察を呼び駐車場は大騒ぎになった痛みが少し収まり起き上がったつよしは辺りが騒然としていて救急車には乗らなくてはならないわ病院で家族が血相を変えてやってくるわで状況を把握するのにしばらく時間がかかったらしい頭と腕を打ったのでレントゲンで調べてもらったが 異常はなく腕は土木で済み骨は馬のように時間状だと先生にお住み付きをもらい元気に戻ってきたその後バッチリ映ったカメラの映像を元にアダルトさんは逮捕されたのだが新聞やニュースにも乗らず警察からもその後の報告はなくアダルトさんの現在を誰も知らないつよしと店長は今でももしも裾が破けなかったらと想像すると震え上がるらしいがこの話の噂が広がり以前のように捨て場に困ったゴミや家庭ゴミの陶器は 完全然と少なくなり、強しの武勇伝として語り継がれるだろうと思う。これだからパチンコ屋の店員はやめられない続く。